はい、今日は池上彰さんをスペシャルゲストとしてスタジオにお招きしています。日本が世界がよくわかる何でもお答えしますスペシャル、止まらない物価高に関してなんですが、まずはこちらのデータをご覧ください。今年値上げが決まった食品です。15,257品目、平均の値上げ率 13% なんですね。年内には2万品目を超える可能性というのも出てきました。これ毎月のように値上がり値上がりという話をしていますけれども、食品の値上げさらに追い打ちをかけるのが、はい、輸入小麦の政府売渡価格の推移なんですね。これ小麦っていうのはですね、海外から輸入する小麦大部分を政府が買い付けて製粉会社に売り渡すというシステムがありますが、毎年4月10月の2回改定されます。価格は上がり続けているのが分かるんですね、グラフ見ると。例えばですけれども、去年の4月10月ですでに上がってきてるんですけれども、今年の4月もまた上がってきている。このあたり第一生命経済研究所の長濱さんに聞くと、このまま政府が何もしなかった場合、今年の10月の改定で今年の4月と比べて4割値上がりかと、となるとこのグラフずっと右肩上がりで、経済調査部の K の字ぐらいまでこうグラフが突き進んでいくようなイメージになっていくわけですよね。10月はいよいよウクライナと円安の影響が大きく出てくる。政府がどこまで対策を取るか、このあたりが池上さんポイントになってくるんでしょうか。あの 4月の値上がりはこれウクライナの戦争と関係ないんですよ。去年の夏、カナダやアメリカ、オーストラリアで天候不順というかものすごく暑かったために小麦の出来が悪かったんですね。それで小麦の値段が上がったんです。でその後ロシアによるウクライナ侵攻があって、実は日本はウクライナから輸入してないんですよね、小麦を。そうなんですけど、ウクライナが小麦を輸出できなくなった、あるいはロシアのに対しても経済制裁で小麦を買わなくなった結果ですね、ロシア、ウクライナ以外の小麦が世界中で奪い合いになってるんですよ。なるほど。結果的に小麦の値段がボーンと跳ね上がるので、これまで通りだったら10月にものすごく上がるんですけど、でもそうなるとやっぱり影響が大きいですから、パンやね、それからうどんからありとあるものが値上がりするので、政府が何らかの対策を取る可能性がある。つまり政府が全部買って製粉会社に売り渡ししてますから、その売り渡し価格をわざと下げる、まあ結局国民の税金を使ってですけど、そういうことを対策をしない限り今年の暮れは辛いことになります。今年の年末にはかなり大打撃が出てくると、まあ、だから政府の対策次第ということだと思いますね。だから例えば、あのパンをね、これが小麦だとダメなら、今米粉が結構注目されてますからね。米粉でパンを焼くとふっくらもちもちしてて意外にいいじゃないか。実はね、米粉って結構コストがかかるんですけど、小麦の値段が上がれば価格競争力が出てくるので、意外に米でいいんじゃないかという、ちょっとまあ家計を助けるために、守るために米にシフトするっていうことも一つの対策だと思いますけどね。これ池上さん、ただ値上がりというのは実は物だけではないようで、ここからの解説をお願いいたします。はい、さあ物が高いだけではない、こう政府が節電はこれまで言ってましたけど、節ガス要請を検討している、ガスの調達が難しくなるかもと、まあ今実は心配されているということなんですけどね。実はその原因はロシアというね。で日本は、あの天然ガスってガスでしょ、そのまま海外から持ってくるとものすごく体積が大きいので、液化天然ガスって無理やり圧力をかけて冷凍にして、もう液体にするんですよね。でそれを LNG って言います。液化天然ガス LNG にして専用のタンカーで日本に運んでくるんですが、それが日本は一番輸入しているのはオーストラリア、それからマレーシア、カタール、アメリカ、そしてロシア、ブルネイとなって、ロシアから 9% の天然ガス LNG を輸入しているんですが、これが入ってこなくなるかもしれないということが今心配されている。このロシアからの天然ガスって、ちょっと次を見てください。はい、実はサハリン2から来ていると。これサハリンというそもそもあの天然ガスが取れる場所、会社があってですね、その2つ目の会社がサハリン2っていうんですね。だいたい日本 のロシアからの LNG のほとんどはこのサハリン2から来てるんですね。ここからパイプラインでここまで運んで、ここからこう日本に送ると。で日本とのロシアとの関係が良かった頃は、そのままパイプラインをこっちまで引いてね、LNG にしなければコストが安くていいのになんて話をしてたこともあったんですけど、今はそうではないわけですね。
で、このサハリン2っていうこれ会社、正式に言うとコンソーシアムって言うんですけど、まあ会社だと思ってください、はい、そこに日本の三井物産と三菱商事も出資してるんですね、金を出してるわけです、だからそこから長期契約で天然ガスが手に入るということになっていたんですね、ところがですね、これが、はい、プーチン大統領がですね、先月30日、はい、サハリン2の事業主体をロシアが作る会社に引き渡すという大統領令に署名したんですね、はいはい、つまりこれからはロシアが作る会社そっちで全部やるんだよということになっちゃったんですよね。でそうなりますとサハリン2を、まあ、ロシアが全部ロシアの会社になっちゃうと LNG が来なくなるかもしれないということなんですけど、うん、でも池上さん、そのロシア側からしても、はい、まあ、9% といえど、うん、日本が買ってくれることっていうのは、はい、ある程度お金、金融制裁かけられてるわけだから、はい、嬉しいもんじゃないんですか。いやこれね、日本がもし抜けた場合、中国がとにかく入りたくたりくてしょうがないんですよ。つまりね、そもそもなんで日本がね、ロシアに対して経済制裁したときにこれを抜けなかったのか、はい、なぜ引き続き買ってたのかというと、日本が抜けたら間違いなく中国が喜んで入ってお金払うんですよ、うん、だから結局ロシアに対する経済制裁として効果がない、うん、むしろ日本が、損害を受ける。そのくらいなら日本はこれまで通り、ロシアから天然ガスを買おうっていう方針だったところに、こうやって揺さぶりをかけてきたということですね。ロシアにとっては中国と契約している方がメリットは大きいんですか。これはどうせ 9% の分を日本に売ろうが中国に売ろうが構わないわけですね、どちらでもという。だからロシアにとっては全然これは問題にならない、不利益にならないということなんですね。中野先生、このあたりの LNG に関する動きどうですか。そうです、その岸田総理の NATO での首脳会談がやっぱり非常に不可解で、今年の頭ぐらいからやっぱりロシアって資源ナショナリズムの熱が非常に増えてて、しかもサハリン2の契約については契約当初から非常に不満を持ってたんで、こういう動きはおそらく外務省も経産省もある程度把握してたと思うのに、なぜ NATO の会議でわざわざこういうロシアを刺激するようなことを言ったかですよね。そこがある程度分かっててやってるのか、全くその経産も外務も全く分かんないままこれやったのか、そこ僕は非常に不可解なんですよ。池上先生おっしゃったように 9% 大きいですね、これ長期契約から。だからそれを分かっててやったとしたらなんでかなとずっとこう思ってました。うん、池上さん、このあたり岸田総理は経済制裁に対する返り血どれだけ予想していたか、いかがですか。これね、とにかく岸田総理はとにかくこれはもうロシアは許せないことだと、とにかく許せないことなんだから経済制裁をするというところにある種突っ走っている部分があって、外務省とか周辺がですね、ちょっと突っ張りすぎじゃないのっていうふうに実は懸念をしているってことは先生がおっしゃる通りなんですけどね。やっぱり岸田さんはとにかく倫理的に許せないことなんだ、これはとにかくロシアを痛めつけなければいけないと言ってる。その結果ある程度返り血を帯びるだろうとは、まあ、予想はしてましたけど、ひょっとすると想定外かもしれないですね。政府から要請が検討されている節ガス、ガスを大切に使おうというお話なんですが、鍵を握るのがロシアの石油天然ガス開発事業のサハリン2。ここに関して先ほど池上さんから教えていただきましたが、池上さん、実際に LNG 液化天然ガスが来なくなるということが現実味を帯びてきたみたいなタイミングなんでしょうか今。まだ今の段階でロシアがどういう態度に出るか分からないんですね。だからまあ最悪に備えるという点では、もしそれが来なくなったらどうなるのかという影響を考えていこうと思うんですね。はい、じゃあここからは大吉さんにお願いします。では考えられる影響について見ていきましょう。これ広島ガスと大阪ガスにおいて全調達量におけるサハリン2の割合をまず示しています。なぜ広島ガスかというと、広島ガスはおよそ 50%、大阪ガスはおよそ 4%。 まず池上さん、このパーセンテージどう見たらいいんでしょうか。これはね、どちらもサハリン2から長期契約で天然ガスを仕入れるという点では、この契約を結んだ段階では非常にいい視点だったと思うんですね。やっぱりね、長期契約をすると天然ガスの価格変動に影響されないんですよ ね。でもこれ、ね、ひょっとするとこうロシア側はね、この調達の割合分かってた可能性ありますよね。広島って
岸田さんの地元でしょ、岸田総理の地元に大打撃を与えるという、岸田さんを一番困らせるやり方ですよね。大阪ガスが、ね、4% に対して広島ガス 50% というのは、うん、つまりその目の付けどころが良かったということなんですか、広島ガスは当初契約結んだ時最初の段階ではですね。でもこれから20年間でしょ、はい、でもやっぱり大阪ガスもね、もう24年間ですよね。で大阪ガスの場合はこう、ロシア以外からもやっぱり調達をする、そういう意味ではどっか一カ国に頼らないというやり方でいうと、大阪ガスのやり方は非常にこれはまあいい判断だったと思いますけどね。これ長期契約の期間が広島ガスで2027年度までの20年間、大阪ガスが2031年度までの24年間、ただロシアの出方によってはこれがいつ終わってしまうのかわからないような状況なわけです。そうなんですね。検討中の対策ですが、広島ガスは他の長期契約相手からの供給を増やす、緊急時の相互融通協定を結んでいる会社の協力を要請する、そしてスポット購入と出ています。 1,2,3 段階的に対策を踏んでいくというのが広島ガスのやり方。一方大阪ガスはここでも出てきました、スポット購入または他の大型プロジェクトからの調達ということで、サハリン2以外にもいろいろなプロジェクトが世界にはあるということなんですが、池上さん、両者出てきているスポット購入、これは何ですか、はい、これ要するに普通は長期契約なんですよね、はい、でもそれ以外足りなくなった場合は今の価格でどっかから買う、これがスポット価格って言うんですね、これはだからスポット購入というのは天然ガスだけじゃなくて石油でもあるんですけど、基本は長期契約ですけど、足りないものは今の値段で買いますよというわけですよ、ね、そうすると今ロシアのウクライナ侵攻で天然ガスの価格がものすごく値上がりしてるんですよ。だから実はこの2つの会社は今は長期契約のこの部分は値上がりしないで済んでるんですね。で現在今の値段で買おうとするとこれがものすごく上がってるってことは、スポット価格で買うとコストがものすごく跳ね上がるということは、この会社としてお客様に供給するガス代を値上げせざるを得ないという状況です。だから中野先生、このあたり長期契約の期間を終えて、じゃあスムーズに一般的な平時のやり方で次の契約が結べるかって、今の関係性見てたら難しいのかもしれない。分かんないでしょ、大変でしょね。ヨーロッパもっと大変らしいですけどね、ガスは依存が激しいから、依存度が高いからロシアに対する。だからドイツはとにかく温暖化対策で石炭火力をやめると言ってたのに、もう一度石炭火力を復活させると言い出してます、ね、悲惨ですよね。物の値段は上がる、エネルギーの値段も今後どんどん上がっていくかもしれない、そんな物価高ですが、池上さんによると鍵を握るのは日本銀行ということで、日本銀行、ごめんなさい、鍵を握るのは日本銀行ということで、はい、ここからどうぞよろしくお願いします、はいはいはい、昔はね、日本銀行、日本銀行どっちでもよかったんですよ。それが国会でわざわざどっちの呼び方だって聞いた議員がいてですね、それをきっかけに日本銀行って呼ぶようになった。あとでお札見てください、ローマ字で日本銀行って書いてありますからね。勉強になります。すいません、余計な話でしたか。さあ、これ物価高のやっぱり鍵を握るのは日本銀行が行っているあれなんですけど、はい、それがこちら、金融緩和というわけですね。金利を低いままにしてお金を借りやすくして景気を良くしようとする政策。金利が低いということは、例えばいろんな企業が新しい仕事をしようとする、人を雇うとか工場を作るときに銀行から低い金利でお金が借りられるわけですよね。だから要するに景気を良くしようとするにはそうだし、あるいは例えばマイホームを持ちたい、マイホームを買いたいというときに、今住宅ローンの金利ってすごく低いんですよね。だから今なら借りやすいと言ってみんなにマイホームを買ってもらおうじゃないか、そうすると景気が良くなるだろうという、あえて金利を低い状態にしている、これを金融緩和と言うんです。言ってみれば財布の紐をゆるゆるに広げているというこういう状態なんですよね。この金利を他の国と比べるとこんな数字なんですよね、はい、こうなんですね。日本は実は政策、これは政策金利という言い方をするんですけど、要するにそれぞれの銀行がどれだけをの金利にするかということを決めている目標の数字なんですけど、日本はマイナス 0.1 という、とにかくマイナスぐらいに、日本銀行としてマイナスにするよというと、日本全体の金利がうんと低くなるだろう、ほとんどゼロに近づくだろうというやり方を取っているんですね。だから実際に例えば今銀行にお金を預けておくと、
金利って 0.001%、それしかもらえないんですね。それに対してアメリカは今どんどん景気が良くなってるもんですから、どんどん金利を引き上げていて、現在 1.50 から1.75 なんですけど、まもなくさらにこれを引き上げるだろう、 0.75 から 1% ぐらい引き上げるだろうという、これの金利というのの差が非常に大きくなるということなんですね。つまり何が起きるかというと、ドルで持ってた方がお金が増やせるよねって考える人がいっぱいいるだろう、そうなると円をドルに変えよう、円をドルに変えるっていうことは円なんかいらない、ドルが欲しいってことでしょ、と人気のないものって値段が下がりますよね、結局円安ドル高になっていくということなんですよ。本当にこうお金を増やそうという投資家はこれぐらいじゃね全然利益にならないんですよ。そうじゃなくてね、実は思惑、つまり、あ、これはドルを持ってた方がいいやっていう人がみんな思う人が増えれば、円をドルに変えるって動きが出るだろう、っていうことは円安ドル高になるな、じゃあその前に円をドルに変えておこうって考える人たちが出てくるんですよ。実際のこのいわゆる金利の差が出るとみんながそっちにするだろう、じゃあその前にやっていこうと言って、今いわゆる投資家と呼ばれる人たちが円をドルに変えるってことをどんどんやってるんです。だから円安が進んでるっていうことなんですよ。なんで金融緩和をやってたかというと、いわゆるアベノミクスですよね。でとにかくこう金融緩和をすれば金利を下げれば円安になるでしょ、そうすると輸出にはものすごく利益があるわけですよ。例えば自動車産業だったりすると、円安になると海外でこれが安くなるもんだから、それによって日本の経済を良くするということをしてきたんですね。でこれまでは結構良かったんですけど、今度はアメリカがこれだけ金利を上げていくことになると、とにかく金融緩和を続けると、これまでは良かったんですが今後は、はい、外国との金利にさらに差が出てくるということになると、みんなね高金利のドルの方が得だと円を売る動き、円安になる、輸入品がどんどん値上がりをする。つまりこれまでアベノミクスはそれなりの効果があって良かったんですよね。でも結果これだけの差がついてしまうと非常に円安になり、輸出にはいいんですけど輸入品がみんな値上がりをする。石油も買ってるわけでしょ、石油の価格も円安ですから高くなるわけですよね。そうするとありとあらゆるものが値上がりすることになっていく。プラスチック製品って全部これ石油製品ですから、私たちの身の回りのプラスチック製品もみんな値上がりしてしまう。でも、じゃあ、金融緩和をやめたらどうなるのか、今景気を良くしようとして金融緩和をしているわけですから、逆に金融緩和をやめちゃうと景気がまだまだ当分良くならないということになる。さらにこちら、結局金利を金融緩和をやめるってことは金利を上げるってことですよね。そうすると今日本は国債を発行してますよね、国の借金ですよね。今はこれは非常に低い金利でこう国債が発行できているんですけど、これから金利が上がるということは日本の国が国債を発行するときの利子が返済額が増えてしまうということは、新たな国債を発行しようとしても金利が高いよね、借金返済するときにはちょっとこれじゃできないよね、ということになり、結局これまで大量の国債を発行しているわけですけれども、新たに国債が発行できなくなると財政状態が大変な状態になってしまうというわけで、国の財政が、まあ、破綻というのはちょっと大げさですけど、国の財政がかなり厳しくなる危険性があるということですよね。池上さん、これ国債ってさっきの日銀、日本銀行もたくさん持ってるじゃないですか、はい、じゃあ金利が上がると日本銀行としてはたくさん持ってる国債をどう考えることになるんですかね。おお、専門的な、いい質問しますね。専門的じゃないのこれ経済学的にちょっとややこしいんですけど、金利が上がるとですね、つまり今持っている常に過去に発行した国債の価値が下がるんですよ。これちょっと難しいかもしれませんよね。だから例えばですよ、例えば5年後に100万円で戻ってきますよという国債を例えば98万円で買っていれば、その2万円部分が利息になりますよね。でもところが金利が上がるってどういうことかというと、つまり2万円じゃなく
例えば97万円でこう出すと3万円の利息がつきますよね、うんうん、つまり金利が上がるということは現在の国債の価格が98万円じゃなくて97万円になるということですね、うんうんうん、つまり今日銀がたくさん国債を持ってるんですけど持ってる国債の価値がどんどん下がるんですよ。となると日銀がこれから損害が出るかもしれない。日銀が損害出るってどういうことって思うかもしれませんけど、日銀ってね利益が上がればそれを国に納めてるんですよ。要するに国の財政状態が潤うんですね。ところがこれが日銀がそれだけの利益が出ない損害が出ると国に納めることができない、国の財政状態がさらに悪くなるし、日銀がどうも損害を出ているらしいということになると日銀が発行している商品のこう、まあ、評判が落ちるわけですね、うん、つまり日本のお金の価値が下がるかもしれない、はい、つまり一段と円安が進んでしまうかもしれないというわけで、実は日銀にも大きな影響があるってことなんですね、うん、じゃあまさにそのターニングポイントがどこにあるのかというところなんですが、池上さんこちらですね。はい、はい、それがですね来年の4月なんかターニングポイントになるかもしれないというんですが、多分ほとんどの人が知らない、ことなんですね、はい、実はこちら、はい、金融緩和を推し進めてきた日本銀行の黒田晴彦総裁の任期が来年の4月8日まで、つまり黒田総裁が期限が切れて新しい人が選ばれるんですね、はい、で黒田総裁がなぜ選ばれたかというと当時の安倍総理大臣がとにかく金融緩和を進めるために同じ考え方の黒田さんをわざわざ日本銀行のトップに据えたんですよ。で安倍さんがお亡くなりになってしまったためにですね、黒田さんの言えば後ろ盾がいなくなっちゃったわけですね。となると来年4月に岸田総理大臣は黒田さんとは全く違う考え方の人、つまり金融緩和を続けるべきだっていう人ではない人を選ぶかもしれない。となるとさあ日銀が金融緩和を続けるということをひょっとするとやめるかもしれないということが今注目されているんですね。この金融緩和ずっと続いてますけども、まあ、来年の任期を迎えて黒田さん今どんなことを思ってらっしゃるんですかね。これはとにかく今 の金融緩和のやり方は、はい、間違ってはいなかった、これからも続けるってこの前おっしゃいました。で続けるっておっしゃったのを見て、ああまだまだ円安が進むぞと世界中の投資家が考えて、さらに円をドルに変えるっていう動きをしたものですから一段と円安になってしまったということですね。これ後任はどんなところから選ばれるんですか。日本銀行の中に候補が2人いるんですよ。で黒田さんって日銀に全く関係ない人を安倍さんが引っ張ってきたわけですね。なので今度は日銀の中から選ぼうっていう動きになってきているとなるとちょっと方針が変わるかもしれないですね。さあ池上さん、暗いニュースが多い中、明日への希望が持てるような明るいニュースはありませんか。頭を絞って、はい、考えたのはこれでございます、はいはい、コロナ収まればインバウンドに、コロナの前本当に、ね、はいはい、特に関西も外国からの観光客がたくさん多かったですよね。これからもとにかくまずコロナを収めれば、海外から大勢来て、というか円安ですから、海外の人に占めると日本の製品が全てが安いわけです。こんなに品質の高い、あるいはサービスのいい日本でこんなに安く遊べることができるんだって言ったら、たくさんお金を落としてくれるだろうと、文字通りお金を落としてくれるかもしれないしというわけですね。なるほど。でさらにですね、それまでの間ぜひ私が皆さんへのメッセージというのがもう一つあります。はい、メッセージ、はい、値が上がっても値を上げる、あうまい、はい、なるほど、もうちょっと我慢しましょう我慢、そう、我慢、値段は上がってもその値が上がっても値は上げないという、はい、またインバウンドによる爆買いも見られるかもしれないということですね。そうですね、それに期待しましょう。